相撲をどう見ているのか。そもそも相撲を知っているのか。実際に生で観戦した人や、初めて動画等で相撲を見た人の声など、外国人の声を集めてみました。関取は試合のためにわざと太ってるの。今は世界中見渡しても、どこの国の文化も同じようなものだが、相撲は全く違う。 相撲のような伝統が今も日本の中心に残ってることがすごく素晴らしいんだ。潮を繰り返しまいてるけど、あれはどういう意味があるの両国国技館の外で一緒に写真を撮ってもらったよ。彼らは体は強いが心はすごく優しいんだよ。お相撲さんはどうして勝っても喜ばないんだろう。日本の文化的な豊かさってすごいよね。 世界中の国の中でベストだと思ってる。なんでレフェリーが担当を持ってるか知りたいか。もし判定を間違えたら切腹するためだ。無償にストリートファイターがやりたくなる。白鵬の表彰式を生で見たが、トロフィーもスモーサイズだったよ。関取がみんな NFL、アメフト、に来たらどうなるかね。絶対面白いことになると思うんだけど。 誰がこんなバカげたスポーツを思いついたんだよ。バカげたスポーツだと。相撲はスポーツを愛するすべての人間のためにある偉大な格闘技だ。理解できないお前は子供の喧嘩でも見てろ。お前は相撲を語る資格がない。バカげたスポーツ。あなたは他国の素晴らしい伝統を理解できない小さな人間なのね。 相撲は世界一気高いスポーツだと俺は思ってる。全ての男から敬意を受けるに値する人たちだよ。ほとんどのアメリカ人はこういうスポーツを堪能できないだろうな。日本人のスポーツファンが世界一なのはここからもわかる。相撲レスラーは、足腰の強さだけを見てもものすごい人たちだ。NFL のラインマンも裸足で逃げ出すだろうね。 相撲レスラーと喧嘩したら天国に行く自信がある。2011年の八百町にはすごくがっかりしたし、長年の相撲ファンとして悲しかった。どうして誰も勝利後に喜ばないのかな。笑ったらダメなの。トロフィーを受け取ってる人でさえ笑顔を見せてないし。観客席の最前列をもうちょっと後ろにした方がいいんじゃない。力士が落ちてきたらやばいぞ。 相撲の長年のファンだけど、日本に生まれて力士を目指したいと思う時が多々ある。一番強い力士が負けて枕、座布団、が飛んできた。俺の顔面に直撃していたかった。試合後、審判から袋を受け取る時の仕草がかっこいい。一番すごいと思ったのは全試合が終わってから出てくる人だよ。 最前列が一番値段が高いらしいけど力士が落ちてくると明らかに危ないぞ